2020年、私たちは人間の知恵が崩壊し、その愚かさが暴露されるのを見てきました。その結果、政府や医療、さらには子どもたちの教育システムに対する信頼まで失いました。 しかし今だからこそ知恵が巷またで大声で叫んでいます彼女は明確なトランペットの召集のように広場で声を上げています彼女は人々よ私はあなた方に呼ばわり人の心に声をかける私の声は真実を告げる摂理と優れた知性とは私のもの私は分別であった私には力がある私を探す人は私を見つける私を見つけた人は誰でも命を見つける そして私は母親として若い世代に話したいですあなたが知を見つけることが私たちの最も深い希望です知恵はこの上なく高価だからです従って知恵を得てくださいあなたのすべての財産をかけて悟りを得てください銀のようにこれを探し隠された宝のようにこれを探り出すならあなたは主を恐れることを悟り神の知識を見出します 聖霊様大通りであなたが呼ばれる声が明確に届きますようにそしてあなたを求めるすべての人があなたを見つけますように祈りますあなたは真理の御霊であり私の導き手であり教師であり私たちの人生はあなたの手の中にあるからですアーメン。